えー、岸田内閣に何が足りないのかっていう。 えー、そういったあの質問があったんですけども、まあ、よくよく考えてみるとですね、うん、あの、支持率が20%台になって大変なことになってるなんてね、報道も結構されてたりとかして、ね、いろいろ揶揄されていたりとか、なんかサラリーマン的な首相だとかですね、いろいろ揶揄されてきておりますが、まあ、私よくですね、議員会館とかですね、あの、政府の人たちとか、官僚の人たちとか、最近まあ、宇宙関係のあれもあって、えー、よくお話をするんですが、 あの、総じて、その政策の実行能力は、あの、実務的ではあるが、まあ、あの、派閥政治みたいな、まあ、良くも悪くもですね、あの、旧来型の自民党の派閥政治ではあるんですけれども、あの、各派閥の人たちからですね、意見はちゃんと吸い上げて、特に若手の人たちがこうやったらいいんじゃないかとか、 ああいうようなことに関しては、非常にあの、自分の頭で一応考えるんですけれども、え、理解を示して、即実行に移したりとか、バランス調整型ではあるものの、その、ボトムアップの、まあ、意見みたいなものをどんどんその、政策に反映させていくっていうところはですね、ちゃんとやってるという僕は印象を受けております。ただね、どうも、地味。 ええ、だし、そのメッセージが伝わりにくい部分はありますよね。まあこれまでのその安倍さんとか小泉純次郎さんとか、そういった自民党の政治家が持っていた、こう派手さとか、そのゴリゴリいくような感じは、まあちょっと受けないかなと思ってます。まあそこはまず1点ですね。で、もう1つはそのスポークスマンがまあ不在であると。えー、官房長官の人誰だっけみたいな。えー、松野さんうん。どんな人だっけみたいな感じで、単純に露出が少ないですよね。 ただ、例えば、その、菅さんね、菅さん、菅首相の時は、なんであんな短命に終わったのか一つの理由として、安倍晋三には、あの、菅さんがいたけれど、菅官房長官がいたけれども、菅首相には菅官房長官がいないんだと。やっぱり、その、その辺が地味。で、地味っていうのは、ね、あの、失礼だとかって言うかもしれないけれども、やっぱその首相のね、スポークスマン、官房長官だと思うんですけど、これが地味だとね、 こう懐刀というか、ね、あの、実際に政府を動かしていく、その一番の、その、補佐官というか、でありですね、政府、あの、あの首相の考え方をですね、わかりやすく、その、メディアに伝えていく、そして国民に伝えていくっていう役割は官房長官にあると思いますので、その辺がちょっと、地味だな。地味だし、全然その、アピールできてないし、なんか喋ってるとかあんま見たことないですよね。 ねあの、小泉純一郎内閣の時は、安倍晋三は、えー、官房長官でしたし、例えば元語ちょうどね、あの、平成から令和に変わった時は、菅さんが官房長官でしたし、古くはですね、昭和から平成に変わった時は、あの、小渕さんですね、その後首相になるんですけども、やっぱり、その、いい官房長官っていうのは、首相になるチャンスってすごくありますよね。だから、その辺、まあ、内閣改造するんだったら、僕は、その、官房長官、 変えた方がいいんじゃなんかもっと、もっと人気がある人というか、もっとそのメッセージ性発信力があるような人たちに、人、人に変えていかないと、やってる政策、いい政策が割と多いんですけども、インボイスでわーっていじめられたりとか、まあ、増税になるんじゃないかとかですね、いろいろごちゃごちゃ言われたわけですけれども、他にやってるいいこととかも全然アピールできてないんで、あんまりいいことやってないんじゃないかみたいな、もうこれ雰囲気なんで、 国民って、やっぱり大半は受け身だし、頭も別にそんなに良くないんで、あの、わかるように説明をしないと、え読んだらわかるでしょとか、ホームページ書いてあるでしょとか、誰も読まないから。うん。あの、基本的にわかりやすく、例えばだから、小泉純一郎さんだったら自民党ぶっ壊すとかってね、言ったりしてましたけれども、そういったこう、バカでもわかる、説明が必要なんじゃないかなと思いました。 今なら、明らかに維新は候補者擁立遅れてると、うん、立憲民主も遅れてると、うんで、加えて言うと株価はこれだけ上がっていて、多分これ以上、そ々うそう上がるのは考えにくいから、特に秋以降、アメリカの景気も景気後退に入る可能性あるから、うん、そう考えると、経済状態も今はベストと。そうですね、悪い情報、全然ないですもんね。そう だから多分それで解散できたけど総理の息子のあの総理皇統の問題が出ちゃってどうでもいいっしょ <laughs> どうでもいいけどあれだけバイト首相が一生懸命扱ってやると厳しいですよねそれに加えて公明党とのなんかでもこれ別に悪くなくないですか、うん、これなんなんでそんな大ニュースになっちゃうんだろうなだか,だからこれを批判する人の理屈で言えばあの総理の政務秘書官っていうのは非常に重い公職にある人ですよね、うん、と公職にある人がそういう皇統でもオフィシャルな どっちかでお客さん用に使うスペースをこうやってなんか私物化して使ってるのはけしからんよねとかいうことになるんですけどもこれいいいくららでででもも反論もできるんですよ別に工程だかかいいじゃないかとか僕は個人的にこういう写真は絶対表へ出すなと念押しをしなかった。 方が弱いなと思ってますから、うん、その分で政務省が失格とは思ってますけども。まあでもそんなですかこれ、うん。いやも個人的にはどうでもよくですね。めちゃくちゃどうでもよくないですか。いいですよね。だからこれが本当にあの総理があの解散を選択する。うん ことをあの躊躇する要因になるということがやっぱりもうちょっとうん差はさりながらやっぱりこの問題で、ねうんえー、この問題が起きたこの日系の世論調査で支持率5%ぐらいで下がってたんですよそうですよねサミットで上がったのにそうっつたんです、ね、9%上がったのに5%下がっちゃったから、うんうん、でやっぱりこれは当然官邸支持率をすごい気にしてますから、うん、やっぱり痛かったはずだから、えー、クビにしたってのあるはずですからね、うん、でそれに加えて公明党とのトラブルも起きちゃったしあとやっぱ秘書官にしてるのはその将来の後継がせるためですかもう当然白付けですよねあとまあ帝王学ですよね、うん こんなのでさ、あ首にされるとか、マジでバカだけど。うん、首相のですね、給料が30万円ぐらいですかね、上がった件についてお話をしたいと思ってるんですけれども、まあこれに対して、庶民は苦しい生活をしてるのにですね、なんで首相だけこんな給料上がってんだと。 閣僚も上がってんだと。ふざけんなこら、みたいに言ってるバカがいっぱいいるんで、えー、ちょっとお話をしたいと思うんですけれども、まずですね、えー、内閣総理大臣、いわゆる首相はですね、えー、行政府の長なんですね。えー、三権分立皆さん習いましたかね。えー、立法、行政、司法とね。えー、それぞれ大体ですね、そこの長ですね。例えば、えー、司法の長はですね、最高裁判所長官だったりとかするし、えー、立法の長はですね、えー 衆議院議長とかですね、参議院議長だったりするわけですけれども、えー、その行政府の多さはですね、えー、内閣総理大臣。大体この、えー、三権分立の多さは皆さん大体給,給与水準同じです。えー、国の機関なので、国の機関はですね、すべてこう、えー、長官のですね、えー、給料がベースになってですね、えー、定められております。今回はどうやらその自衛官の給与を上げる、 え、これが主目的だったらしくてですね、自衛官も国家公務員なので、しかも行政府に属します。え、そのおさ、一番、えー、位が高い人たちは、の、内閣総理大臣。もちろん自衛隊の指揮権を持ってるのも、内閣総理大臣ということで、えー、まあ、要は、下っ端の給与を上げるってことはですね、トップの給与も上げるってことがですね、その、給与を変えるってのは、そんな、 簡単なことじゃないんですよね。まあ法律というか法に則っ,ってですね、そういったものっていうのはやらなければいけないので、あの今実はだから内閣総理大臣もですね、えー、給与を一部返上してるんですけれども、えー、そういうのとは別にですね、えー、給与テーブルみたいなものってのはどこの会社もあると思うんですよ。モデル給与的なものですけれども。えー、なのでですね、えー、まああともう一つはですね、組織に属してないやつががガガ言ってんだけれども、別にその、 トップの給与をですね、えっ、ー、とですね、下っ端の給与をね、全然連動しなくてもいいじゃねえかとか言うんだけど、組織ってのはそういうもんじゃないんですよ。やっぱり、その、ね、下の人たちの給与を上げようと思った上の人の給与もですね、上げていかないとですね、まあ逆に言うと、その出世をする、出世をしてもですね、給与下がる、そのモチベーション上がらないですよね。いや、金で動くような奴がですね、官僚になってほしくねえとか、バカなこと言ってる奴がいるんだけれども、同じ給与、 じゃなくてです。例えば外資系のじゃあ金融機関に行ったら1億もらえるっていうのがですね、官僚になったらですね、一番トップになっても3000万しかもらもらえねえとかってなったら、誰がなるんだって話ですよ。その、ほとんどね、1.2倍とか1.3倍とかって話をしてるんじゃないんですよ。5倍、10倍の話をしてるんですよね。ただ優秀な人だって、それはね、1000万しかもらえないのと1億もらえるのだったら、どう考えたって1億行くでしょ。 あの前ね、年金機構のですね、あの、ま、実質的な運用のトップやってた人、年金運用ファンドのですね、トップやってた水野さんっていう人聞いたんだけど、ま、彼もだからもう億円プレイヤーですよ。数億円とか多分もらってるプレイヤーなんだけど、その年金の運用者になった途端にですね、1000万単位に落ちるんですよ、金、あの、給与が。 それなのに、もう、ボロカスに運用でですね、市販機でマイナスが出ただけでですね、ボロカスに叩かれるわけですよ。俺なんでこんな叩かれるんだろうな、本当やってらんないよって、もうこうやって、あの、愚痴を、愚痴を言ってる、言わないとやってらんねえよ、みたいな話をされてましたけれども、あの、優秀な人がですね、そういう民間から、 えー、完了になってくれてるっていうケースたまにありますけど、これ本当にボランティア精神ですからね。というわけでですね、あの、給与っていうのは、あの、組織っていうのはそういうものだし、トップが一番高くなければいけないし、えー、下っ端の給与を上げようと思ったら、まあ、ベースアップっていうの考え方あるんですけれども、やっぱ全体の給与を上げていかないといけないということでございました。えー、あとですね、給与をある程度上げないとですね、こう、まあ、現役、 官僚の人たちが甘くりとかしたりするじゃないですか。なんでかって、給与があ,っぱあんまりもらえてないっていうのもあるんですよ。だから、引退した後に、えー、贅沢をしたいとかですね、ある程度稼ぎたいと。現金の時はあんまりもらえなかったけれどもですね、引退した後いい思いがしたいということで甘くりをしたりとかするわけですね、えー。それもあってですね、ちゃんとした優秀な人には給料をたくさんあげましょうと。 えー、岸田は何もやってねえんじゃねえかとか、ゴロ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 言うやついますけれども、別に岸田さんに限った話はないんですね、この話はね。